わお。こんなん撮れちゃったよ。おお、なんか雪国行ったみたい。うん、鎌倉作ったの思い出すね。思い出すね。こんにちは、ガッチャンです。今日はキャンピングカー生活夏バージョンの困っている点についてお話します。何を困ってるかと言いますと、冷蔵庫問題です。こちらの写真になります。これなんだかわかりますかね。そう、冷蔵庫内、ま、冷凍庫の部分になります。ものの見事に井上陽水の氷の世界になっております。これおかしくありません？うちの冷蔵庫はキャンピングカー用なので、扉を閉めた後さらに留め具を引っ掛ける形でロックできます。まあ、走行中にバタンバタン開いてしまっては意味がないですからね。まあ、そのロックなのですが、本来は上下に留め具があり、扉と本体を固定する形になってます。実はその留め具が上にしかついていませんでした。そして中古で買った時、この事実を知らなかったのです。先日食材に違和感を感じ、キャンピングカー専門店へ相談したところ、まあ、どうやら長年内部からは押されていたことが原因なのか、扉が湾曲、いわゆる歪んでしまっちゃってるそうなんです。そもそも中古で購入するときに留め具の不具合というのを教えてもらえていればよかったのですが、いや、失敗しました。気づくのが遅かったです。とりあえずいくつか対策をしてみました。1、冷気が逃げないようにビニールカーテンを設けた。2、冷凍部分の蓋も外れやすくなっていたので、あえて取り外し、冷気が循環することを最優先にした。3、スペアで持っていた留め具を下部分に取り付けてみた。まあ、閉めるときに扉の歪みがあるので、押しながらフックをしないといけないんですけどね。4、夜間、いわゆる寝るときは、つっかえ棒を使って、下の部分を押していこうということをやってました。こんな感じですね。まあ、歯の矯正みたいな考え方です。まあ、短時間でも密閉時間を作れるといいかなと思いまして。5、下の部分の隙間部分、クッション材を入れた。以上になります。ですが、すでに、まあ、3番になりました、下フックの金具をですね、噛むことがもう少なくなってしまって、意味をなさなくなっています。最終的には冷蔵庫を購入し、まあ、廃棄するとかの保留出し物でもいいんですけど、まあ、交換したいところです。これから夏本番、冷たいものを美味しくいただいたり、購入した食品を少しずつ安全に食べるためには、冷蔵庫は欠かせない季節になってきます。どうぞ冷蔵庫くん、本体が壊れないことを切に願っているガッチャンなのでした。それでは本日のご視聴ありがとうございました。それではまたの動画でお会いしましょう。さようなら。これおこだよ。おこおこ。